株式会社五島県は、北海道函館市末広町に本社を置く、洋食店の経営、菓子、カレー製品の製造、販売をする企業。函館市の老舗西洋洋食店、レストラン行川亭、五島県の味を再現した、レトルトカレー、函館カレーが有名。百七十九年四月、埼玉県出身の初代社長、若山総太郎が、 富岡町でパン屋を開業したのが西洋洋食店レストラン五島県の始まりである。屋号は長崎県五島列島出身の初代料理長五島栄吉に由来する。現在のカレーの味は初代料理長が函館ハリストス製協会でロシア料理を習得したものが始まりで大正時代に二代目料理長。 和歌山徳次郎が帝国ホテルでの修行で得,得したものを地元の食材を生かしてアレンジしたものである。三代目和歌山徳次郎は法政大学卒業後、家業を継ぐ医師は当初なかったが二代目の旧姓で家業を引き継ぎ、絵画の取り扱いなども行い、日本とフランスの交流に尽力、レジオンドヌール勲章を受けている。2015年7月22日、 函館市経済部工業振興課は、平成27年度ビジュアルコミュニケーション、導入支援事業の支援企業として、株式会社後当研を指定、担当デザイナーとして、ブルームウェイの岡田明が指定された。後当研本店旧館1922年に、建設された3階建ての店舗が1934年3月21日の函館大火で消失したため、 その翌年の1935年に竣工した建物が現在後藤県本店旧館と呼ばれる建物である。設計には亀井翔一郎の弟、勝次郎も参加した。後藤県本店旧館は1989年に函館市の景観形成指定建築物となり、1997年5月7日には登録文化財制度に基づき、 北海道初の登録有形文化財に登録された。1989年10月後藤県本店に、秋人天皇、道子皇后夫妻が訪れ、立地鴨カレーの昼食をとった。船山薫の小説、足日野は、同店をモデルとしている。支店は、同じく、函館市内の五稜郭公園に隣接する五稜郭タワーの2階に設けられている。 2014年4月21日、函館スペイン映画祭と並行して実施された、函館スペイン週間のイベントの一つとして、2014、スペイン料理フォーラムン函館を本店で開催。総料理長は、山本陽子。足日のカレー、函館港町カレーと、函館カレーご当県、レトルトカレーご当県、缶詰本社北海道函館市末広町4の5、 飲食店本店北海道函館市末広町4の5函館カレーエクスプレス五両角タワー店北海道函館市五両角町43の9工場第1工場北海道北都市追分け3の2の19第2工場北海道北都市追分け3の3の15直営売店十字街プロミエルカモイ店北海道函館市末広町5の20店なんと店舗 伊藤洋華堂、函館店イオン、神磯店イオン、湯川店に洋食バル、函館五島県、信和ホールディングスとの協業札幌福国、生命ビル店北海道札幌市中央区北二条西三丁目、下って札幌二階、札幌ウルトロは店北海道札幌市中央区、大通西一の十三ルトロは七階、大通店、北海道札幌市中央区南一条西二丁目、 旧の一池内ゾーン8階ルミネに大宮店、埼玉県埼玉市大宮区西木町630番地、ルミネに大宮4階。ありがとうございます。